YouTube 見たりしてました。あとは、まあ明日のね、あの予習を、予習というか復習は少しやって、はい、でもあの僕自身あのコンサートをやらせてもらうのが5年ぶりで、はい、まあ、いろいろとね、あの個人であのやらせていただくのは初めてだったので、かなりね、あのやりながら学びながら、スタッフさんの、サポートに助けられながら、はい、ようやくね、あの先日名古屋で初日を迎えさせていただいたんですけど、もう感慨深いというか、もう本当感動しちゃって、まあ、自分でこう、まあ、運転させていただいて、自分の人生をね、はい、でこの列車を、まあ、に乗ってから、まあ、3年経ったんですけど、まあ、実際に名古屋に来てくれた皆さんに会えて、皆さんの顔を見て本当に感動して、僕の、あの運転してる列車に乗ってくれた皆さんなんだっていう思いで、まあ、今これを見てくれてる人もねそうですけど、もっともっと新しくてあの素敵な景色をね、あの見てもらえるようにしっかりあの運転していきたいなというふうに思ってますんで、本当にあの来てくださった方、あの記念すべきあの、はい、僕 の, あのエピソード、新しいエピソード、エピソード1 の,、はい、あのツアーにね来てくださって本当に感謝しています、はい、で僕自身もあのライブやっててすごいあのめちゃくちゃ楽しいかったです。で久々だったからちょっと不安もあったんですけど、ステージ出るまではちょっとこうねブランクがあるから感覚を取り戻せるのだろうかって思ってたんですけど、出てすぐそのみんなの顔を見たら一瞬でこう戻れてね、やっぱり自分のねある種あの原点でもあるので、その、まあ、コンサートというかステージに立たせてもらうこと、もともとねあの先輩の、はい、ツアーで一番最初キンキさんとか V6 さんのツアーでいろいろ回らせてもらってましたね、はい、懐かしいですね。でもいろいろねそういう経験から学んで、まあ、ある種コンサートっていうのは本当に自分の原点なので、そのステージにもう一回立つことができてめちゃくちゃ嬉しいです。もうありがとうって、ありがとうっていう言葉じゃ足りないぐらいありがとうっていうことを伝えたい、感謝の気持ちでいっぱいです。はい、本当はね今日ね今ねステージに立ってたんだっていうことを思うと、まあ悔しいところもありますけど、まあ、過ぎてしまったこともねあのしょうがないので、はい、気持ちを切り替えて明日その分このモヤモヤも含めて明日のパフォーマンスにいい風にあのですね、あの、まあ、この気持ちも含めてバネにしてよりいいパフォーマンスをできるように頑張ります。頑張りたいと思います。なんでね、皆さんあの、まあ、西日本の、ね、方も特に西日本の方に、ね、いらっしゃる方は本当にあの台風気をつけてください、はい、あの今ね僕もホテル滞在してるホテルのね外を見るとすごいんで、やっぱ風も強いしかなり雨もね強くなってますんで、はい、とにかく気をつけてください。明日2公演だ、これ2公演やりますから、はい、昼1時半からやります。1時半ですけど、みんなちゃんと、ね、きっと盛り上がってあの楽しい時間を
僕も作れるように頑張るので、皆さんね、一緒に来てくださる方は、はい、世界で一番楽しい場所にしましょう。2回公演も、これすごい僕久々だから、ね、ちょっとわずかな不安もありますけど、まあ、全部明日自分の力を使い切るつもりで全力でいきたいと思います。はい、楽しみにしていてください。はい、自分の とりあえず自分の言葉でちゃんとその、ね、中心になってごめんねっていうことと、その分、まあ、いいコンサートを作るぞっていうこの気持ちを伝えたくて、インスタライブやらせていただきました。はい、でまたね、もちろん演技もねすごく楽しく勉強になるなと思って大好きなんですけど、やっぱり僕がねコンサートでみんなと一緒に過ごせる時間っていうのがね一番好きだなと、本当にかけがえのない大切な時間だなっていうことをね改めて、感じさせていただきました。なんで、また、まあ、今回のツアーだけでなくどんどんたくさんやっていきたいなと思いますんで、引き続き応援よろしくお願いします。はい、ということで、僕は、はい、今日はゆっくり休んで、まあ、ご飯食べてゆっくり休んで明日に備えたいと思います。いつも本当に、応援ありがとうございます。じゃあまた今日も行きますけど、またすぐ、はい、会いましょう。バイバイ。暑いからね、水もちゃんと水分もちゃんとって、台風も気をつけて安全第一で、はい、また残りの夏も楽しんでください。またやるね。はい、メッセージもありがとう。 Thank you. I love you. キスよ。バイバイ。